銃声。あ、いたいたいた、ここだ。おお、めっちゃ隠れてた。おー、おいしい、今のは。オッケー。止まらん、止まらん、止まらん。止まらん、無双。止まらん、マジで止まらんな、これ。やばい、やばい、やばい。おお、はい、どうも、皆様、こんにちは、グリードです。ちょっとね、モダンオフェア起動してると、待機画面中めちゃくちゃ PS4 がね、うるさいんですけど、まあ、ゲーム中はね、そんなうるさくないんですけどね、今めちゃくちゃうるさいんで、ちょっとね、まあ、ご了承ください。はい、というわけで、今回はね、ランクマ実況になります。まあ、選手戻ってからは、やっぱりこう、ランクマ実況上げるってことが、なかなかできなくなってくるんですけど、まあ、頻度がそんな高くなくても、ランクマ実況はたまに、ね、上げていこうかなと思います。で、今回、紹介するカスタム、チームメンバーのベブラ君がもう動画を上げてやがったんですけど、上げやがったんですけど、僕もちょっと上げていこうかなと思います。まあ、このカスタムはね、まあ、かなり機動性に割り振った M4 カスタムなんですが、まあね、今作のこのカスタム構成説明すると、やっぱり正解という正解はあんまないんですよね。なんかこれが一番いいっていうのはなくて、まあ本当プレイスタイルによって本当自由に組み合わせできるんで、本当正解はないです。で、今回紹介するのは、まあ機動性と本当近中に割り振ったカスタムになってます。また、こう後方でしっかり AR らしく後方で戦うプレイヤーはもっと機動力をもうちょっと削って安定性に振ったらいいのかなと思います。はい、というわけで、このカスタム、まあ、海外プロも結構ね、使ってるんですけど、フレックスのプレイヤーが、バレル M16 のグレネーダーバレルですね。で、タックレーザー。このタックレーザーね、レーザーつけるとなぜか、こう、覗き込み早くなったりとか、まあ、かなりプラス要素が多いんで、まあ、つけるとかなり美味しいですね。で、まあ、つけると、こう、覗いてるときね、レーザー、緑のレーザーが出るんですが、まあ、それのせいでね、結構位置バレすることがあるんですけど、まあ、サーチでは使えないけど、リスポーンルールでは使えるんじゃないかなと思います。サイト類。今作の、サイトね、つけると、覗き込みが遅くなります。で、覗き込みが遅くなるのは、ぶっちゃけ今までの仕様でも、サイトつけるとね、覗き込み遅くなってたんですよね。なってたんだけど、今回はね、すごく、今作はすごく遅くなる。今まで以上に。なので、覗き込みをね、早くしたかったら、もう、サイトをつけないっていうの手がね、一番なんですよね。なので、つけず、そして、ストックが、このノーストックっていうやつですね。まあ、これがムーブメントスピードで、覗き込みを覗き込みも早くなるという、ストックになっております。なんで、つけないと早くなるのかよくわからないけど、ね、覗き込みが。まあ、とりあえず、見た目はちょっとね、ダサくなるんだけど、まあ、性能はね、良くなるんで。で、まあ、しっかりとした後方 AR に安定性を求めたいなら、この M16 ストックとか、まあ、このね、ストックとか、他のストックを使えばいいと思います。で、リアグリップはやっぱこれですかね。一番これが安定しますね。で、まあ、この機動力を重視した AR でも、あと、まあ、がっつり安定性を目指した AR でも、やっぱりグリップは結構これがいいんじゃないかなと思います。AR ならね。最後、バレル。バレルはまあ、やっぱ一番、最初に解除されてる、まあ、これですね。コマンド、フォアグリップ。で、これがなんでいいかっていうと、なんか他のね、グリップね、エイムの覗き込み速度が遅くなったりとかね、エイムウォーキングムーブメントスピード、まあ、覗いてる時のね、スピードが遅くなったり、横移動が。結構ね、なんか遅くなる系が多いんですよね、他のグリップ。だけど、まあ、コマンドグリップは、まあ、ちょっとね、走りが遅くなるぐらいなんで、なので、まあ、コマンドグリップでいいんじゃないかなという感じです。まあ、これが、近中の機動性に、近中最強にして機動性に割り振ったカスタムに、なっております。あれ、なんかアバレルついてない。OK。こんな感じですね。というわけで、今日はこのカスタムでやっていきたいと思います。はい、というわけでやっていきたいと思います。途中参加ですね。途中参加。だけど、ちょうど味方がエリアを取ってくれているところ。センターマーショットするな。ちょっと上に持っとけば、多分ここ通るやつ見れるでしょう。さあ、今赤点を出してしまったんで、足音聞いて。本当足音ね、めっちゃ重要だからね、この作。あ、ここね、隠れられるんですよ、こうやって。こうやって、このなんか布の裏に。さあ、もうやばいかな、これ今。もうやばいでしょ。同じとこに続けるのは良くないでしょ。センターからも来てるけど、エリア間に合うかな。バカン！
後ろ来てる。ワンマー？あー来たー。よし、これがこの M4 の力ですよ。うわー待って、それはまずい。サポートヘリまで呼びたかったんだけど。じゃあそこにも落としちゃいます。次はこっちか、こっち側だ。いいね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 。まずは右サイドを取りたい。センター来てるよね、知ってる。オッケー、さあ強ポを取りましょう。危ない危ない危ない。ほんとね、強ポを取ってしっかりポジション取りをするのは本作の COD なんで。コンタクト、やったー。で、キャラクターが喋るのをね、よく聞いておきましょう。敵が映ったら喋るからね。たまに映ってなくても喋っちゃうんだけど。まあね、そういうところもある。そういうところもリアル。さあ、いないな、こっちは。左流れてる。左脇っぽいな。あ、いましたね。ちょっと弾少ないから。ちょ、これ拾っとこう。リロードできてなかった。どんどん抜けられてます。敵が空爆を呼んでるから、で、UAV で確認してみて。おう、こんにちは。OK。まだ奥いるね。OK。ちょっと詰めてみようか。プッシュプッシュ、アグレッシブに。MP5。うわー惜しい。ちょっとまた、また VTOL 止まりじゃないか、これ。あー、ちょっともったいなかったな、今のは。さあ、まあまあ、エリア自体はがっつり取れてますけど、ナイスキル。で、VTOL は、ちょっと次のエリアが取れた時に使おうかな。どうだろう、そこ来るかな。今いたよね。だけど味方がやってくれそうなんで。で、2階、センターの2階取るのは非常に強いので、積極的に。こっちはいないかな。まだ前ポカラっぽいね。ワンダウン。なんかエイムアシスト感じない？ 2 ダウン。これ敵のスタンかな。まあまあそんなにこれは脅威ではないな。このフラグも耐えて雪の？そこ倒しいの？で、デッサも使っちゃって、流れてんの倒して、この建物の中行って、そっちから流れてくるでしょ。一旦リロードしよう、これは。やばい！もうフラッシュ来なければ絶対勝てたのに今。もったいない。あー、VTOL。いや、呼んじゃえ。多分取られちゃうな、これでも。まあまあ、しゃあねえ、しゃあねえ、しゃあねえ。すぐ取り返そう。ゴー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 。ちょっと今アシストを感じたい。こっちから回って。これワンショー。で、こっち回って、そこにいるの知ってるんでカットして、OK。まあ、VTOL、今来ちゃったけど、まあすぐ取り返せば。今敵がここで湧いて、すぐキルできるはず。赤点は奥かな？ここ倒して、多分建物の中とかに入るんじゃないかな。UAV で呼んで、ちょっとね、よくわかんないときはとりあえず待ってみる。待って足音を聞きましょう。そこいるね、一枚。映ってるね。まだいる。そいつやっちゃうか。左から出てきそうな感じはあるけど。味方が詰めていってる。あれ？あ、いた、来た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 。まだいるね。もういっか。ちょっとエリアの方寄ろうか。ここで2人をずっと防いでおくってのもありっちゃありなんですけど。さすがにエリア向かった方が良さそうだった。ごめん、ちょっとこれはね、僕のミスですね。うわー、クレイボー上がる。クレイボーだー。ダメだ、ここは。ミスった。裏取って、もうデッサが僕ないんで。あ、その裏リアンよ。オッケーオッケーオッケー。どうだ、あと。スモーク焚いてみようか。手前フラ、あ、2階にいたな。上いるかな？上強いんですよね、3階。でも3階いたら終わりだけど、こうやってやれる。終わりかな？あと2人。どこだろう？階段ショット。
お、またいた。サポートヘリ出た。オッケー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 。流れめちゃくちゃいい。で、サポートヘリを、ここで、よーぶか待って。エリア終わってから。ここで湧きそうじゃない？予想。もう決めで。コンタクトが取った今。向こうの方で。全然違うじゃないか。あれ予想外れたかな？弾回収。一旦上。反応してる反応してる。上にいますね、これ、多分。あれ？どこ反応してんだろう。銃声。あ、いたいたいた、ここだ。おお、めっちゃ隠れてた。おお、美味しい、今のは。オッケー、止まらん、止まらん、止まらん。止まらん、無双。止まらん、マジで止まらんな、これ。やばい、やばい、やばい。おお、うわ、なんだ C4 か、今の。うわ、マジかよ。C4 飛んできた。マジ、あるまま。C4 来なければ、とんでもない連携がまだまだ続きそうだったんだけど。あ、今日投げ物とかなんか、その系、それ系でなんか抑えられちゃうな、いいところで。さあ、サポーターにも全部落とされてしまったか。敵は前ポからがっつり来ると思うから、まあまず先立て取ろうかなって感じですけど、デッサもう使っちゃおう。いましたね。やばこっち見てる。お前が1枚そこいるんですよね。ナイス。で、綺麗に裏を取れてるはず、これで。敵は多分エリアの方見てるでしょ。中にいるね。あ、そう、1階にいるっぽいな、1人。これでは飛ばないけど、オッケーオッケー。激浪にさせて、そいつもやって、で、奥湧いてるから、ちょっとナイフで足早くしようか。やっぱデッサつけてると、ちょっと足が速くなってみたいですね。オーマイガー。V トール呼べないか、これ。センター押さえてあげようか。あれ？なんかエリア取られてんな。ちょっと待って、急ごう急ごう。あ、これ2階なのか。ごめん、ミスってた。1枚だけっぽいね。ナイスナイスナイス。で、サポートヘリ出して、これで終わるぞ。敵はセンターから来てる。下入ってったね。下入ってって、下入ってる。大丈夫、大丈夫。取れる、取れる。まだ下にいるはずだ。オッケー。いいね。いいね、いいね。センターかな？最後 V 取る。適当に呼んじゃおうか。左下っすね、あと。多分そこ通ってくるでしょ。そこしか来れないはず。オッケー、オッケー。いや、この試合めちゃくちゃ綺麗だな、なんか。81-5。いやー、これはね、今回この M4 のなんだろう、機動力と火力が証明できた試合だったんじゃないかな。まあね、ちょっと横移動がちょっと遅いけど、まあ今作の AR はそんな感じですね。横移動が遅い AR ゲーなんで、まあそこは仕方ないかな。まあでも覗き込み早くて、非常に使いやすいですね、この AR は。てな感じで、お疲れ様でした。まあこんな感じでね、選手戻ってからは、ランクマ実況減っちゃうかと思うんですけど、まあね、上げないってことはないと思うんで、よろしくお願いします。というわけで、お疲れ様です。